三峰は高知県と徳島県にまたがる山である。標高1894メートルで高知県の最高峰である。日本200名山及び四国100名山に選定されている。三峰は四国山地の東の一角にあり、高知県を流れる物の部川水系の一つ、上二郎川の源流である。高知県側の山腹には、 豊かな原生林と貴重な草花の自生地が残されていたが、日本自家による食害により希少植物が消滅し、標高の高いオネスジでは、新葉樹の多くが被害を受けている。山頂部は、高知県と徳島県で2分していて、山頂には二等三角点、三峰が設置されている。剣山国定公園の生端にあり、1994年9月に三峰から、 西熊山、天狗塚に至る三両部一帯は、三峰天狗塚の三山熊笹及び米つじ群落として天然記念物に指定された。1975年に高知市で三峰を守る会が結成された。この団体では結成した翌年の1976年以来、毎年欠かすことなく清掃登山に取り組んでいる。 2007年8月には三峯の森を守るみんなの会が結成され、日本自家の食害から植物を守るために保護ネットを設置する運動などを行っている。高知県では三霊とも呼ばれるが、この呼び名は昭和30年代頃から登山者の間で用いられるようになったもので、地元では古くより三峯と呼んでいた。また、物ノノ村氏によると昔は、 三宇ねと呼んだと記述されていることから、正式な呼び名は三宇ねとされた。徳島県三吉市東、稲の名五郎地区からの登山道が山頂に最も近い。無雪期は難易度が高くはないが、厳冬期には1メートルほどの積雪がある。高知県側は、高知県上市も延町の三井市登山口からのルートが一般的であるが、沢を渡る箇所が多く片道約4時間を要する。 また、三峯周辺には、三峯ヒュって、岡目小屋、白髪小屋、八丁小屋といった山小屋や避難小屋が多く、あり、これらを利用して、県山をはじめとする周辺の峰へ重走する登山者も、ある。ありがとうございます。